はい、開封動画の、おわきです。はい、今日はね、チョコエッグのね、これね、織姫っているじゃん。七武海の織姫が、なんかオフ会の時に持ってきてくれたやつなんで、ですけど、まあね、チョコは全部ね、開封した、向こうでね、代々木公園で開封したんですけども、残りはね、全部ね、俺にくれるということで、全部もらってきました。でね、まあね、ちょっとここで思ったことがあるんだけどね、みんなやっぱね、チョコエッグの開封をね、ちょっと舐めてるよ。これ、さすがにね、チョコエッグはおわきちにとっちゃね、冒涜ですよ。冒涜。ね、まずね、これはまだマシだね。この開き方はまだマシなんだけど、これが一番、模範ね。この開き方が一番いいんだけど、まあ、こういうね、ここをめくれたりとかさ、とか、これ、ひどいね。もうこれひどい。ほら、ここのね、ここの部分も、もぎ取って、こういう開封。もうこれタムチンもね、こういう開き方してるけどね、これはちょっと冒涜ですよ。で、タムチンに至ってはね、この箱俺大事に取ってるんだけど、タムチンね、これにダイブしてね、潰れちゃったんだよ、これ、箱が。箱潰してくれたからね、ちょっとね、正直言ってね、かなりね、冒涜ですよ。でね、これとかね、もう、論外。もうこれね、チョコ1個開封する資格がないやつだね。下から開ける。もうこれダメだ。下から開けたやついたけどね、もうこれはね、本当にね、もうね、舐めてるよ、チョコエッガーを。全国のチョコエッガー舐めてる。まあいいんだけど、まあ中身を全部ね、織姫くんもくれたので、まあね、特にそんなに、文句はないですね。それもらってる分際なので。という感じで、まだ中身ね、まだ何が入ってるかを、全く知らないので、開封したいと思います。ちょっとね、本当にそろそろシークレットをね、欲しいんですけどね。お!これはなんだ?これはね、何個も持ってるね。これね、腐るほど持ってる。もういらない。まあ、これでシークレット出たらね、俺、織姫にね、焼肉をおごるわ。ルイージね。ルイージ、その、組み立てるまでもないですね。はい、これ多分もう開封しちゃった。ふざけんなよ、マジで。ありがたくね、本当に。もう開封すんなよ。で、なんかね、適当にね、開封しやがるってみんな、本当にね、チョコエッカーを冒涜してるよ、これ。本当にやめてほしいね。これはなんだ?メガロブロスだろ。何個も持ってるわ。ちくしょう。あれ?まあ、いいや、ちょっと。マジ腹立ってきた。全然、マジで、ね、みんなね、本当にチョコエッグをね、舐めすぎ。本当に。全国のチョコエッグがね、泣いて、ふざけんね、マジで。腹立ってきたな、なんか。はい。あれ?これ下がねえぞ。もしかして落としたかな?それはないな。では、プレゼントマリオか。これもね、何個も持ってるんですよね。これも何個も持ってるからもういらないっすね。はい、まだ何が出てる?ここにあった。これさっき開けたやつだろ。ややこしい。もうちゃんと入れとけよ、マジしね。あれ?マジね、下手すぎみんな。何年チョコエッグやってると思ってんだよ、俺。ふざけんなよ。初心者が飽きるもんじゃねえんだよ、チョコエッグってのはよ。もうタヌキマリオね、言うなら10個くらい出てんだよ。マジふざけんなよ、マジで。そろそろシークレット出してくれよ、ほんとに、マジでもう。死ねえよ。織姫でもこんなもんかよ。あれ?これも持ってんな。いらねえ。これでね、ほんとにシークレット出たら、俺マジで織姫に、焼肉をおごってやるよ。これ間違った。これタムチンと開けたやつだ。タムチンと開けたやつだ、これ。タムチンと4個開けてね、ちょっとその時のやつを混合してるから。これも持ってんな。おい、織姫全然出ねえぞ、おい。織姫見てるか、これ。全然出ねえからな。おい。してふざけんな、織姫。織姫死ね、マジで。やった!初です!チョロブー出た!来た!チョロブー来たよ!やった!初っすね。チョロブー初。いや、ありがたい。織姫ありがとう。初チョロブーでした。でね、まあ、でもまあ、まだ一個あった。そっか、これさっき開けたやつだ。そんな感じで、初ですね。チョロブーが初出たので、もうあとシークレットだけですね。ありがとう、織姫。